ビジー・ラスカルは、イギリス・イングランドは、ロンドン出身のヒップホップ MC、プロデューサーである。スサンダ、治安状態のイースト・ロンドンの公営団地で育った、少年時代、喧嘩騒ぎによる幾度とない大抵学処分を経た3度目の、転校先で出会った熱心な音楽教師に訓導を、受け音楽に目覚める。やがて、パイレートラジオを通じて、 アンダーグラウンドのクラブシーンにて DJ 活動を開始。2001年の自主制作シングル I Love You が呼び水となり UK ガラージの春芸として頭角を表すようになると2003年に XL レコーディングスと契約しデビューアルバムを発表。このデビュー作はマーキュリープライズの最優秀アルバム賞を史上最年少で受賞したのをはじめ NME アワード新人賞や、ブリットアワード3部門制覇など多くの音楽賞を総なめにした。直後には、同じ XL のレーベルメイトでもある、大物ダンスユニットベースメントジャックスのヒット曲、ラッキースターにてラップをフィーチャーされるなど芝叩く、間にブレイク。その後、2つの前衛3位シングルを含めて、コンスタントにヒット作をリリースして、着実に人気を高め、 ザストリーツと並んで英国を代表するヒップホップアーティストとしての地位を確立。セカンドアルバムのリリースに伴う US ツアーではジャスティン・ティンバーレイクや NERD と共に行い、リミキサーとしてもベックの楽曲を手掛けるなど国内外で幅広い活躍を行っている。2004年にはフジロック出演で初来日。同じく出演していた。 ベースメントジャックスのステージにゲスト MC として登場し、ラッキースターを共演。この模様はベースメントジャックスのベスト版付属の特典ライブ、DVD にも採用された。他ジャンルのミュージシャンとの交流も盛んであり、サードアルバムにおいては、テンプテーションでアークティックモンキーズとワナビー・イーでリリー・アレンとそれぞれコラボレーションしている。ありがとうございます。